ちゃんになったみたいな、新しい私っていうのを見出してくれた。またいい時計買い替えてたんですよ。愛すべきバカというか、出会えてよかったなって少しずつ思う。やだパーティー会場でしたり、その豪邸がより打ち出されるので、絵の抜けとか威力はあるように、あとまた皆さんの衣装が絢爛豪華だったんじゃないかな。だってお魚が今までで一番お金持ちだったんじゃなかった、はい、そうだ。あ、美味しいアイスクリーム屋さんがあって、そこに共演者の子たちと結構通いました。何味？どんなやつ？なんかココナッツアイスクリームって、そう、乳製品使ってない、なんか不思議なアイスクリーム。あと、あ、フルーツジュースとかが美味しくて、やっぱ南国だから、あ、うん、そういったなんかスイーツをなんか撮影終わりに食べに飲んだりして。そうだね、お土産を買わなきゃいけなくて、結局ランカウイ島の、あの町に出て買い物行ったんだよね、うん、最後そこで T シャツを、とにかくいっぱい買って、あとナマコ石鹸前回は何だったんですか？エクソージャン。エクソージャン。もうそれを買わなきゃいけなくて、もうね、何時に来てるのかよくわからなくなっちゃうんだよね。もうそれ頼まれて、それがもう僕のノルマでね、もう撮影のことでそっちの方が頭いっぱいになっちゃって。買わなかった？何か買いました？買ってない。え？え？チョコレート買った？空港で、うん、普通に。俺ランカウイ島っていう T シャツ。30枚近くだよ他人の先生みたいな、クラス全員に配るみたいなすごいな、それは。まああとはそうですね、皆さんで食事できたじゃないですか、うんうんうん、すごいこの度共演者の方が数が多かったんですけれども、みんなで長机でね、12、3人ぐらいいたのかな、うんうんうん、あの晩はすごい素敵だったなと思います。ね、もうずっとこうシリーズに出てるコンフィデンスマンのおなじみの方から初めて今回共演した方まで、柴田さんも一緒に回ったりだし、どんな方だったんですか？昔は大変危なかったっていう、ヘリコプターにスタントなしでついて、うん、それがもうヘリコプターがヌルヌルで、でも飛び立っちゃったから落ちないように気をつけてたっていう、とんでもないお話とか多かったですよね、うん、照明機材の話とか。ああ、確かに撮影のいろんな話を聞いたかも、うん、私いつもいじめ倒してるボクちゃんになってみたい。そう、うん、で、ボクちゃんががっつりいじめる方の、いやでも僕ダーコできないです。ダーコはやっぱり天才なので、なんか浅尾さんじゃないとできる女優さんいないです。でもちょっと逆転してやったら見てみたいな、うん、ね、あ、入れ替わっちゃう、あの階段とかでバスッと使って、入れ替わって、入れ替わろう今度。なんかダコって言うっけ、うわーみたいなことを聞かれると、俺は全然気がつかなくて、うん、犬とかなんかそこら辺のなんかと入れ替わっちゃう俺はエースケって犬飼ってるから、そうそう、ワンとかあれもよしとか言って、イガラシとかはどうですか？イガラシ？あー、イガラシもいいね、イガラシも面白そう。赤星とか、赤星もいいね、いや、どれもみんな面白そうだね。そうですね、僕でもリチャードかもしれない。あー、僕リチャードかな。あ、意外と東出君リチャードかっこいいかもね。あ、じゃあ3人で入れ替わる。俺何やる？3人でさ、こう階段から落ちて入れ替わっちゃうのダーコはでも難しそうだな。でもまさみちゃんのダーコはもう圧倒的だからね。ジェシーとか、あ、ジェシー苦手だ俺、恥ずかしい。ジェシーそっか、まだジェシーやるんだったら赤星がいいな。あ、ジェシーは、あ、ジェシーもでもいいかも。僕できない、できないです、そう、やっぱ踊れないし、あんなかっこよくなれないです。三浦くんバチッと全部決まるじゃないですか。決まるね、三浦くんね。ダーコって天才じゃないですか。やっぱりダーコをできるっていうのは、ダーコ自身も多分陰ですごい努力してると思うんですよ。やっぱりそれと同じように努力もできるし、天才性もあるしっていう、長澤さんだからダーコできるから、まあ、
天才型であり秀才っていう感じがするかなと思います。およく言い過ぎじゃないですか。いやよく言い過ぎだよ。いやありがとうございます。いやもうそんな大層なもんじゃないんで、そうですね、ありがたいですけど、まあその言葉にお裏切らないようにダーコで頑張らないとなと思いますね。でもさ、なんかやっぱりダーコっていう役を持ちネタじゃないけどさ、その役、自分 その女優生活の中でダーコっていうのは確立したい、ある意味それはすごいよね、そう言ってるの。まあでも僕らもね、リチャードとボクちゃんっていうのは、ダーコあってリチャード、ボクちゃんっていうのがいるから、それはそれでありがたいよね。こういうキャラクターと出会ったことによって、まあ、新しい私っていうのを見出してくれた世間の人に。本当にすこぶる前向きでポジティブな人なんで、その底抜けの明るさを持ってる、生きていく力がある姿にやっぱり見ていて、まあ、私の場合はこう、まあ、台本をもらってダーコと出会うたびになんかすごく勇気をと元気をもらえるから、とても愛情深い心の大きな人だなと感じてますね。やっぱりボクちゃんっていうのはダーコあってのボクちゃんなんだろうなと非常に思うんです。で、幼馴染だし、これだけ破天荒なダーコにもついてってるボクちゃんって、それなりにボクちゃんも変わってるんだろうなって非常に思うんですけれども、かといってその一瞬視聴者の方が抱くような常識を振りかざすんです。それはいけないことだとかなんだとかって言うんですけど、でもその実ちゃんと分け前もらってるし、実は僕ちゃんってずっといい時計してって、でかつドラマからこれ映画になった時に時計買い替えてて、かつスペシャルドラマ撮る時にまたいい時計買い替えてたんです。僕ちゃんって結構っていうのを思ってて、だからなんかこの3人ってなんか愛すべきバカというか、なんか、まあ、リチャードはすごい素敵なんですけれども、ダーコとボクちゃんっていうのはやっぱり、まあ、ダーコは見るからに天才ですけど、ボクちゃんっていうのは一筋縄の人物じゃないんだろうなっていうような印象を受けます。いろんな役をやらせてもらえるっていう、そのリチャードなんだけど、いろんなこう騙しが入ってくるたびにリチャードが何かをやるっていうことで、毎回新しいキャラを演じるような楽しみがあるんですよ。だからなかなかこういう作品はないので、それはもう非常に僕は楽しい現場です。もし僕がこれ参加してなかったら誰がやってたんだろうと思うとね。いや、だからいろんな方がね、ゲストで出たいってよく、まさみちゃんもよく言ってるんだけど、みんな出たがるって。でそこにまあレギュラーとして参加できてるのは本当に幸せだなと思います。ずっと僕じいちゃんになるまでやらせてもらえたらやりますよって感じで本当にもうくんなって思いながら小稲さん入りますじいちゃんですいや、その間もやらせてもらえたらやりたいな。僕も僕ちゃんは好きです。で、僕ちゃんを好きって言ってくださる方も大変多いので、まあどのような形でなのかは分からないんですけれども、世界が続くのであればそれを最後の仕事だって毎回毎回の現場を思いながらいただけた仕事は最後まで全うしてでやっていくしかないというか。いやいや、もうあれよ、どんなことがあろうとこれはないと成立しないんだからね。ありがとう。本当に僕ちゃんがいてた方がいいんだ。俺もし病気で死んじゃったら、あとはやだやだ死んじゃうなんてやだよ。初めはちょっと東出くんに嫌われてるのかなって本当に思ってたから同級生だからかなって同級生だから嫌いないよ、そんな全然仲良くしてくれないから。いや俺全然そんなこと感じなかったけどね。いやいや、どんどん自慢するすごい私感じて寂しいなと思って、まあ、でもなんか、コシさんがその間をなんか取り持ってくれた感じしかしたし、なんかやっぱりドラマで一緒に
本当に4ヶ月長い時間、撮影して、そこでなんかお互いがさお互いになんかこう信頼をこう築き上げていったって感じがしたし、なんかだんだんお互いを認めていったって気がしてたから、やっぱりこのなんだろう、本当にこういうね、いいコンフィデンスまでこうやってこういう風にこうなんかね近しくなれるのはいいことだよね。普段はメッセージね、全然合わないもんね。そうでもこのコンフィデンス部に入るとめっちゃくちゃ昔からのなんだろう不思議な時間になるんですよね。それがとってもいいです。いや本当にこうやって出会えてよかったなってつくづく思う。